別府のキラキラおじさん。最初にちょっと告知します。3月17日、今週末ですね、日曜日に、ハタカス公民館にて、博多駅の近くですね、素読教室やります。お時間のある方、どうぞお待ちしております。今回はですね、別府の旅の動画をちょっとね、作ってみました。まあ、定番の場所なんですけど、まあ人気もありますしね。さあ、でもこの名言の旅人はこんな風に別府を楽しみました。ちょっとね、こう眠たい顔してますけど、この後ろに見えてるこのこれは、なんだっけ、カモメですけど、これではないですね。これからソニックという列車に 乗ろうと思います。特急ソニック9号、今回はこの列車に乗って、旅行をします。なんとこの先頭車である、グリーン車に乗っていきたいと思います。指定席も十分と、こんなこう豪華な感じなんですけどね、このね、この席よりもさらに豪華な席へとこれから向かうわけです。じゃじゃん。そう、私がこれから乗るのはグリーン車でございます。行きます。ガッチャーン。おほー、これは早速いつも通り小市民館丸出しで備品に触りまくるということになります。まあ実際ね、いつ乗れるかもうわからないですからね、グリーン車なんて。もう何でもかんでも触ってみることにしました。この電動のこのシートっていうのはこういいですね。前の日ねちょっと寝てなかったんで、ほんとねくつろげましたね。で、あ、このね満面の笑み、こう気持ち悪いですね。しばらくしたらですね、ちょっとこううろうろしたくなりまして、先頭車の方に行って、このソニックのこの特殊性というのをね十分味わいました。これ分かりますかね、この傾き。これはあの振り子式車両といってですね、もうカーブのたびにこのグーンと曲がるんですよね、傾くんですよね。それがなんかこう男の子の心をこう揺さぶるというかね、まあ、なかなかいい、良かったですよ。はい、ということで、ということで別府に到着いたしました。駅前にもこの温泉が潤沢に湧き出ているというふうにこうなってるというね。おおだ、山は富士、海は瀬戸内、湯は別府。山は富士、海は瀬戸内、湯は別府。なかなか語呂合わせがいいですね。ここはですね、油屋熊八という方の、この銅像になったんですね。この別府の発展に大いにこのなんだろう、功績を残された方だということです。普段はね、あのスーツを着てるんですけども、今はこのようになっておりますね。まあまあ、まさかのこのラグビーラガーマンですね。なんだかこのこう後ろにこのぶら下がってる、これは何でしょうね、ちっちゃいんですけど、ね、これがなんだこれ、わかんないよね。ちょっとまた後で調べておきます。ちょっと下のプロフィール面白かったんでちょっと読んでみたいと思います。なんかな、30歳の時に巨万の富を得、あだ名が油屋将軍、34歳で失敗して全財産をなくす、臭くて熱い船底に乗りアメリカへ。臭くて熱いとか書かなくてもいいですよね、いちいちね。そしてね、46で帰ってきて、まあ成功すると。そしてね、美人バスガイドを初めて作ったのもこの人。この美人とかいちいちつけなくてもいいと思うんですけど、まあなんか面白い人ですね。あ、それからあのさっきの山は富士の看板をですね、富士山まで持って上がったりとか、あとね飛行機ねビラ撒いたりとか、まあいろいろやってますね。おお、すごい、うわ、初めてのとこ。あ、湯煙通りですね。ちょっとちゃんと名前があるのでちょっと確認したいと思います。ここね、湯煙通りということです。はい、一辺湯掛け上人ですね。一辺上人がですね、この神奈温泉とは大変こう関わりが強いということで、このように立派なね建物が建っております。あっこにねこう見えてるんですけど、神奈は蒸し湯というのがある。ここは蒸し湯という名の通りですね、お湯ではなくてね、あのこう釜が今こうバーッと煙出てるでしょ、あそこに何だろうね、なんかどうだろう、閉じ込められて蒸されるみたいな、まさに蒸し湯なんですけど、まあ面白かったですね。私も一回やったことあるので、今日ちょっとやるかどうかはまだ分かりません。この足湯は無料でございます。この別府はこのもうふんだんにこの湯量があるということで、立ち寄り湯っていうかですね、この近所の方がねこう
入ってる温泉なのよ。これ十分充実しておってですね、これなんかね、これ100円なんですよね。100円とかってありえますか。すごいですよね。ほぼ日本一と言われるこの別府温泉、この現地に来ればね、100円で存分に味わうことができるということです。貴船城という場所に向かっています。前回来た時はね、こんなとこ通ってないですからね。地元の人に聞くとね、この細道を行けと、そういう指令を得ました。貴船城、簡単に行けると思ったらお間違いでしたね。この細道を、なんかこの間広島でも変な細い道は、冷房の調子が悪いな、ね、大きな白い大蛇があると、なんともこう景気が良さそうじゃないですか。しかしその傍らには潰れたローソンの残骸があります。どこもかしこも温泉が湧いています。貴船城、なかなかたどり着けません。この道が貴船城に向かっているのかどうかは全く予想がつきませんが、道を間違えてしまいました。引き返すということになりましたね。ここまで来といて言うのもなんなんですが、この貴船城、実はお城ではないということです。お城っぽく見えるようにしてあってですね、中には蛇がいると。ここまで来たらね、もう行かなきゃ損だから仕方なく行くけどさ。着きました。ここが、貴船城です。まあ、一応ね、お城でしょう、もうもはや十分ね、いっぱい歩いたんですからお城ということになります。あとね、これだけじゃなくて、ここ後ろをね振り返ればですよ、このように素晴らしい景色があります。このあの辺りかな、湯煙もきっちりと画面に収めるということです。このてっぺんにこの神棚がねあるっていうお城は初めてですよ。だからまあお城じゃないっちゃお城じゃないのかもしれないけどもね、一応ここからの湯煙っていうのは見えますね。うん、まあ来ていいんじゃないですかね。うん、まあ、ただではないですけども、貴船城に来て別府の景色を楽しむというのも一ついいと。なかなかスパイシーでしたよ、貴船城。あの なんていうんですかね、まあ、そうやってお聞きしてたので、あんまり幻想を抱かずに行ったのでちょうど良かったです。景色は良かったですね。はい、上に上がりました。ああ見らしいことやろ。はい、そして、はい、なんかお祓いなどをね、おんなんとかそうか言われる、あしゃーって感じですよ。ああそうなん、はい、なんならお祭りやからしょうがない。面白かったです。ありがとうございました。はい、この城内はですね、この微妙なこの B 級感があって私は楽しかったんですけど、息子はねちょっとついていけなかったような感じでしたね。こんな表情でしたね、ずっと。はい、まあでも景色もいいし独特なんでね、あの一度行ってみることをお勧めいたします。旅人を年頃にせよ、 Don't forget to show hospitality to strangers。 すごいですね、まさにこの貴船城は旅人を年頃にせよの精神で作られた奇抜な建物だったのかもしれませんね。油や熊八の精神息づいております。このラガーマンスタイルの熊八さんなんですけど、もともとのこのね、このポーズがあれなんで、あね、これね、うん、これはね、もうこれほどこのコスプレがリアリティを出してるものもなかなかないんじゃないですかね。銅像はいろいろあるにしても、この熊八さんこそコスプレ向きであると。はい、名言を読めば旅がしたくなる。ご視聴ありがとうございました。次回も別府の旅の続きです。